先生が元気になったら声が出るようになるって。お母さんの声を返してくださいってサンタさんにお願いしたから。キリュウ君は日本臨床外科学会でも評判ですよ。コロンビア大がフェローとして迎えたいって話も来てますし。そう簡単には手放しませんよ。ゆくゆくはうちの移植外科部長になってもらいたいと思ってますからね。はい、キリュウ君、よろしく頼むよ。いや、まだまだです。おいしそう。休んでなさいよ、まだ風邪治ってないんだから。大丈夫、気合で治すから。美大の受験勉強は今が一番大事な時なのよ。今度は絵本作家の新人賞に応募するんだ。自信作があるの。このままプロになっちゃったりして。あなたもお姉ちゃんみたいに親を安心させてあげようとか思わないのかしらね。どなたですか？狭間です。狭間？来てくれたんだ。手帳を取りに来ただけだ。中にあるからどうぞ。覚えていますよね。狭間時雄君、お久しぶりです。本間先生、君と連絡が取れなくなってずっと探していたんだ。風間さん、汐留医大の5回生なんです。医者に、医者の道を進んでいたのか。どうして連絡をくれなかった？私にできることがあったら何でもすると言っただろ。君が本当に医者になったら一緒にオペをしようとずっと願っていたんだ。本当に医者を目指していてくれたのか。そうか、失礼。はい、分かった。教官だ。大学に戻ります。ああ、それは残念だ。傷はあの時のままなんだな。高志君への思いか。会えてよかった。お父さんにも紹介したいの。汐留医大だろ。勘弁してくれ。手帳今取ってくるから。ユナ、
ちょっと大事な話があるんだ。皆さんに立ち会い人になっていただきたいことがあります。みんなから祝福してもらえる場所で言いたかったんだ。今年君の試験が終了したら言おうと思ってた。優奈さん、僕と結婚してください。いきなりでびっくりしちゃって。でも私まだ医者としてこれからだし。だからこそ成長していく君を一番近くで見ていたい。同じ道を一緒に高め合って歩んでいこう。ユナ、お父さんは賛成だぞ。ん？最近培養検査、念のためやっといた方がいい。手帳を返してくれ。食中毒ではなさそうだ。血液検査では血球と CRP が上昇、ハーベイの低下が見られる。とにかく内視鏡で胃の中を調べよう。まさか嘘だろ。まさか、ね、どういうことなの。壊死しています。胃の内壁が腐ってる。今すぐデブリが必要です。胃を切除するしかありません。今なんて。壊死部分を放置していけば広まって腐敗します。よろしいですね。これより胃の切除術を行います。お願いします。お願いします。メス、はい、電気メス。摂取。摂取。完成。出血がひどい。吸引する。完成。はい、そう。RCC 絶対に通過。急いで。はい。完成、もっと。壊死範囲が予想より広がっている。糸十二指腸を摘出する。メツ、摂取。
ベブリスタ胃の病理組織検査は悪性腫瘍でもなくウイルスも検出されませんでした。じゃあ何なの。こんな症例は見たことがない。内臓の壊死が胃と十二指腸を摘出した後も進行している。どうしたらいいの。とにかく今は考えられるあらゆる検査を続けるしかありません。細菌培養検査。最近バイオ検査もやってほしいの。検査の結果です。これはまさかと思ったけど君の読みが当たったよ。違うの、私じゃないの。狭間さんが教えてくれたの。狭間くん。で、結果はどうなの。可能連鎖球菌だ。連鎖球菌。連鎖球菌って扁桃腺を腫らしたりする細菌。ああ、だけどこれによる激症型感染症を発症している。人食いバクテリアか。人食いバクテリア聞いたことがない。内臓だけが壊死するなんて。そうなんです。発見できなかったのも説明がつきます。通常筋肉組織から組織を壊死させ目視もできますが、これは内部から発症し感染源も特定できない。新種か。はい、しかも多剤耐性菌です。そんな抗生物質も効かない。対処法は壊した臓器を切除するだけ。心臓や肝臓を壊死したらもう手の施しようがない。手の施しようがない。ねえ直樹さん、医学に限界はないんじゃないの。まさか君も子供じゃないんだ。それぐらいわかるだろう。人は救えない。技術が全てだ。医者は2種類しかいない。患者を救える医者と殺す医者だ。救える医者なんですよね。
妹を助けてあげてください。お願いします。断る。どうして？本間先生がいるだろう。出ていく理由はない。でも内臓の壊死範囲がどんどん広がってるの。このままだと放っておくと本当に死んじゃう。誰が言っても同じだ。渚はもう一人の私なの。私ができなかった人生を生きてんの。夢を守り抜いて生きてきたの。だから絶対死んじゃいけないの。あなたならできる。絶対助けられる。人間の寿命は天の定めだ。変えることはできない。違う。あなたのお母さんは生きてるじゃない。あなたが救う命はお母さんだけなの。絶対来るって信じてるから。一緒になる。お母さんを助けてみせる。本当に医者を目指していてくれたのか。傷はあの時のままなんだな。高志くんへの思いか。ちゃんとずっと一緒だね。ありがとう。トキちゃんはいつも僕と遊んでくれたから。この気持ち僕ずっと忘れない。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。
返しに来た。私が産んだら関係ない人間は出てってくれ。2枚ならお断りだ。2枚、そんなに暇じゃない。おい、お前一体どういうつもりだ。